理科と愛すべきものを守るために日々戦ってくれたこと、今まで多くの涙と祈りを持って愛を貫いてくれて知っているよ、心の中にあなたの愛が息づいてる。手のひらを向けて光受け取れば命の鼓動が流れている。まだまだ言葉は足りないけど素晴らしい、あなたはファミリア。わがままな僕の夢を追う旅路についてきてくれたこと、名前の通りたくましく君が生きてゆくことだけ願っているよ。大切な君の心にあなたの愛が行き着いてる。望んだようにはならずに苛立ち、心が通わない時もあるけど、戸惑い悲しみ、全てのものを抱きしめてくれた。それで素晴らしい、聴いてください。本日もメールいただきました。ラジオネームはコプレックスさんです。久々のメールどうもありがとう。それじゃあ早速読みます。全てが嫌いなんだ、こうして吸って吐く気でさえもこんなに無理して生きなきゃならない、その理由を聞かせてよ。ありがとう、確かにその気持ちわかるよ。人の目が怖すぎて不安で苦しいんだ。
返事どうもありがとう。少し楽になった気がします。だけどわがまま言わせてもらうなら素晴らしいわけを聞かせてよ。それも踏まえて愛されている理由はあってないようなものだから、君はそれで素晴らしいだよ。辛くたって苦しかったってなら途中で人生をやめようか。そんなものは選択肢とは言えない。君がいて僕がいて君が生きて僕が生きる、君もそう、そうやって作られた。君はそれで素晴らしいんだよ。ありがとうI'm not afraid to die.
だとばかり当たり前の日常を僕が生きるためにたくさんの人が生きてる僕も誰かのために生きれるならそれこそが幸せってやつだろうございます。Good morning, everyone. 12月13日の、IJCC のオンライン礼拝を始めていきたいと思います。December 13, 2020, online service just start. いよいよ2020年のクリスマスシーズンに入ってきています。Now we are walking into the Christmas season for 2020. 今年はこの新型コロナウイルスの影響であっという間にクリスマスを迎えたような気がします。Time went so fast, don't you think? We are already now Christmas. しかし、イエス様が来られたこと、それに変わりはありません。What? Jesus came to this earth? That's never gonna change. 心からイエス様に感謝して期待して、今日も礼拝を始めていきたいと思います。We like to start today's service with a great appreciation to Jesus Christ. それでは、ご起立できる方は、その場にご起立いただいて、今もオンラインサービスが続いていますが、いますけれども、それぞれの家庭で、ごめんなさい、それぞれの家庭で、主を礼拝していきたいと思います。So if you can stand wherever you at, please and do so, and let's start our Sunday service. それでは賛美しましょう。Let's worship.Join to the world.
Christ,
主の祈りを共に捧げたいと思います。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではご着席ください。それでは、週報の中から、報告、お知らせ、また祈りの課題をシェアしていきたいと思います。 Okay, again, so we'd like to share from the bulletin、announcement and prayer request, and we'd like to pray together、昨日は親子教室のクリスマス会が初めてズームで持たれました。 Yesterday, we had a 親子クラスクリスマス event on Zoom for the first time、今年はみんなが集まるようなクリスマス会もできないので、Zoom ですることが増えてきています。Well, unfortunately, we cannot gather in person, but we have many different Zoom event this year. ぜひまだZoom に見たことがないという方はですね、これからもいろんな機会があると思うので、ぜひ参加してみてください。Please try to join at least once, you know, so you get to see what it looks like.はい、それでは週報の中から今週の、諸行事というんですか、集会を案内していきますけれども、いつものように終日は Zoom の集会が持たれています。 So this week, as usual, weekly meeting on Zoom、火曜日にいつも入門クラスを持っていますけれども、今はクリスマスに向けてのバプテスマクラスに変わっています。So the Tuesday beginners Bible study on Zoom, right now we are doing a class for the baptism. 興味のある方は牧師まで声をかけてください。If you'd like to get baptized, please come and talk to the pastors. 今度の日曜日はクリスマス礼拝になります。Next Sunday is a Christmas Sunday service. これもまたみんなで集まってお祝いすることができないので、Zoom のクリスマス礼拝になります。Again, we cannot invite all of you to the church at this time, so it's going to be hybrid and Zoom and in person too. 今回クリスマス礼拝のゲストには、ランディ&ゲイ本郷ファミリーを招いています。So we have a Randy and Gay Hongo family. あれ、ランディさんはもう天に召されたんじゃないかな。Wait a minute. Randy already went to heaven, right? でも今回、ゲイさんにお願いしたら、生前のランディさんのビデオとかがあるので、それを編集して、クリスマスに一緒にお祝いをしたいと思うということで、すでに送ってきてくださっています。So they already actually worked on the video, and we already received that they worked on Randy and the video, and they put up together.For this Christmas event. はい、このランディさんたちは僕がハワイに来るきっかけにもなった、一人のゴスペルシンガーです。So they are the one of the gospel singer who helped me when we are thinking of coming to migrate to Hawaii. そうですね、心から期待したいと思います。So we like to anticipate for this event. 息子さんのアンドリューも参加してくれています。And the son Andrew is in the picture as well.それからそれでは祈りの課題の方にも移りたいと思いますけれども。So move on to the prayer request. 相沢みどり姉妹の動脈瘤の手術は無事に終わりました。みどりさん's operation went well. お祈りありがとうございました。Thank you for your prayer. 今もう病院からも退院して自宅で静養中です。She already discharged from the hospital and resting at home.続けてお祈りください。Please continue to pray for her recovery. それから江渕上兄弟がお尻の骨を骨折されて、その手術も無事に終わりました。Joe Evuchi's operation went well. He broke his hip, but the operation was very successful. 今2週間カラカワガーデン
あの高橋さんが入っておられた施設にリハビリで入っておられます。 He's in the Kalakaua Garden today where 高橋さん used to live and he's in there for 2 weeks rehab. 無事に退院できるようにも続けてお祈りください。 So please continue to pray for him and his recovery to take place and so he can discharge very soon.それから先週お祈りの課題に出したと思うんですけども、日本の大阪八尾グレース宣教会の主任牧師であった、堀内明先生が12月の11日に天に召されました。 December 12th, Pastor 堀内 went to heaven. We talked about it last week and asked you for prayer, but he just went to heaven this week.89歳でした。89 years old. ハワイの IJCC にも何度か来てくださって、本当に励ましてサポートしてくださってた先生です。He came to our church a couple of times and he's been supporting us. 大きな教会を立て上げられた先生で、これからの方向性がどうなっていくのか、続けてお祈りしていきたいと思います。So we'd like to continue to pray for him and his church. His church is pretty big for Japan.And so, who's going to take over and the management? We like to pray that everything going smooth. それではお祈りをさせていただきます。Okay, so we like to pray together. お祈りします。Let's pray. 恵み深い天のお父様、あなたの尊い皆を心から賛美します。Merciful God, I worship your mighty name. 新型コロナウイルスが今もまだ収束していません。Coronavirus is not finished yet. そのような中にあって、ハワイの経済もまだまだ問題がたくさんありますけれども。There's a lot of issue in Hawaii as well. The economy and everything else is not recovered yet. 主が最善の時を備えてくださることを心から期待します。I believe you will do for the best. 今も現場では医療従事者の人たちが本当に自分の健康を危機的な状況の中にあっても犠牲にして働いてくださっていることを感謝します。 I really appreciate there's many people still working in the medical field risking their health but working in the medical field so please continue to pray for them. どうぞそのご家族が守られますように。 Protection to take place themselves and their family. 続けて祈りたいと思います。 I'd like to continue to pray. 主を感謝します。このハワイでのこの毎日の生活、12月まで導かれてきました。Lord, I appreciate you sustain each one of us until December, this Christmas season. いよいよ今度の日曜日のクリスマス礼拝をあなたが祝福してくださいますようにお願いいたします。Please bless this coming Sunday, Christmas Sunday service. 教会にはまだ来れない方も多いですけれども、どうかこのクリスマスのシーズン、家族の方がイエス様を知ることができるようにどうぞこのクリスマスシーズンを用いてください。 We cannot still do the in-person service. However, please bring the family members to believe Jesus this, during this Christmas season. 全てのことを主が最善に導いていてくださっていることを心から感謝します。 Really appreciate the Lord is guiding each one of us.小さな子どもたちから年老いた者、また病の中にある方々を主が励まし導いてください。Lord, please continue to encourage us and guide us. イエス様の御名によってお祈りいたします。In Jesus' name we pray. Amen. Amen. 今日の子どもメッセージは香里姉妹です。Okay, today's children's message is done by 香里さん先生。よろしくお願いします。 Please come forward. サンデースクールのお友達こんにちは。みんなはヤコブさんに何人の子供がいるか知っていますか？その数なんと12人。そしてヨセフの子供を2人養子にしています。合計なんと14人。すごい祝福ですね。ヤコブは言いました。集まりなさい。あなた方にこれから起こることを話そう。エジプトに移り住んでから17年が経ちました。ヤコブは死ぬ前に息子たちの将来を聖霊によって予言しました。
それではヤコブの息子たちがこれから約500年後にどんな土地を神様から与えられるのかも合わせて一緒に見ていきましょう。まず長子、長男のルベンからいきます。あなたは長子で一番祝福されるはずだったのに、私のそばめビルハを取ったよね。今まで黙ってたけど取ったよね。悪いことだと分かっていてやってしまったあなたはリーダーにはなれない。長子の2倍の祝福はヨセフの子供たちに、リーダーシップはユダに与えられる。イエス様はユダ族から生まれてくるようになる。ルベンはヤコブから叱られてしまいました。残念だけどルベンの家族からはこの後ヒーローは出てきません。またルベン族は神様が約束した土地を受け取らないで、ああここでいいです、ここに住みますとヨルダン川の手前に住むことを勝手に決めました。そもそもイスラエル民族がエジプトから出てきた目的は、約束のカナンの土地でイスラエル民族が一致団結して住むためだったのに、そんな目的をすっかり忘れています。ルベンは自分のことだけを考えてしまうことがあったようです。シメオンとレビはいじめられた妹ディナの仕返しをしたいのはわかるけど、怒り狂って相手を騙し皆殺しにした。それはやりすぎだよね。みんなこんな残酷な二人の仲間になってはいけない。その罪のため呪われよ。イスラエルの中でバラバラに離れるだろう。シメオンとレビはそんな罪の結果、将来神様からの約束の土地がもらえません。そこでシメオン族はユダ族の土地に住まわせてもらいました。ちなみにレビは祭司なので土地はありません。みんなから10分の1を受け取って生活します。また困ったことにシメオン族はモアブの偶像を礼拝し、姦淫の罪を犯します。そんなシメオンはこの後モーセが兄弟たちを祝福するときに、シメオン族の祝福は入っていません。こんなはずじゃなかったのに。ユダよ、あなたは最高の祝福を得て、ルベンの代わりに兄弟たちのリーダーになる。ユダ族はライオンのような最強の部族になり、敵をバシバシと打ち負かす。ゴリアテを倒した勇敢なダビデはこのユダ族です。そして将来メシアのイエス様がこの世界の王様になるまで、ユダ族が王様の仕事をしていきます。イエス様はこのユダ族から生まれてきます。ユダは南にある広くて素晴らしい土地に住み、良いブドウが豊かに育ち、乳製品もたくさん取れるでしょうと祝福されました。ゼブルンは船を使って海に出てビジネスに成功するだろう。あなたは命がけでやらなくてはいけないことを行う責任感ある勇敢な部族だ。イッサカル、あなたは丈夫な体を持っているのに、一生懸命に働くよりも楽をしたがる。だからいつも誰かに仕えている。イッサカルは農業するには最高な広い土地を与えられます。ダン部族にはリーダーが立ち、全体をまとめていくだろう。サムソンもダン部族です。ダン部族はミッション・インポシブルのような危険な戦いも勇敢に行う最強の部族。イスラエルの行進ではいつも一番後ろを守ります。ダンは今まで住んだところに敵がよく攻めてくるので、北の土地を襲って占領しました。しかし、この場所には将来金の子牛が祀られ、
偶像礼拝に陥ってしまいます。ヤコブはダンのためにあなたの救いを待ち望むと取りなし祈ります。ガドは勇敢な部族、アモン人たちが襲ってくるが、恐れないで立ち向かっていくだろう。ガドはルベン族と同じでヨルダン川を渡った約束の土地に行かず、自分勝手にその手前で住むことになります。アセルは最高なオリーブオイルや食べ物を作り、王様にごちそうを用意するようになるだろう。このあとモーセはアセルを油の中に浸すほどにみんなに愛され、最も祝福されると言っています。ナフタリはお話をするのがとても上手な人たちになる。ヨセフは神様がいつも守ってくださるので、どんなことが起こっても栄える。それはヨセフがいつも神様に信頼するからだ。アブラハムよりもイサクよりも祝福された私ヤコブは、その祝福をヨセフに渡すので、大いに栄えるだろう。ヨセフはルベンの代わりに長子の権利をもらい、みんなよりも2倍祝福されます。すごい祝福ですね。ベニヤミンは狼のように強く勇士となる部族になるだろう。ベニヤミン族からはサウル、エステル、そしてパウロなど大変勇敢な人が出てきます。以上、この14人の子供たち、みんな性格が違います。そしてそれが各部族の特徴にもなっているのです。それでは最後にみんなにお伝えしたいことです。神様が悲しむことはやめましょう。長子だったルベン、そしてシメオン、レビ、神様が悲しむことをしてしまい、それを悔い改めないでいました。それでヤコブに、あなたたちは呪われると言われてしまいました。もしも悪いことをしてしまったら、心から悔い改めましょう。2、人と比べるのではなく、神様がくれた自分な得意なことを自信を持って神様、人のために使いましょう。例えば、ごちそうを作るのが上手なアシェルは、ダンの代わりに危険な戦いをするのは苦手です。反対に、ダンはおいしいごちそうを用意するのがアシェルのようにできません。3、神様はみんなにお世話してほしい土地を振り分けてくれました。神様に信頼して置かれた場所で神様が喜ぶことを続けましょう。そんなあなたを必ず神様は守ってくださいます。祝福してくださいます。ではお祈りをしましょう。愛する天のお父様、あなたは私たち一人一人に目的を持って創造してくださいました。その目的がなりますように、私たちが置かれた場所で良い働きを続け、主に栄光が帰りますように、尊き主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。Thank you.
黙祷を終わります。 That's all for the silent prayer。 それでは、今日はドラマバイブルによって、聖書をお読みしたいと思います。英語の方は、そのパワーポイントをお読みください。 So we'd like to use the drama Bible today in Japanese, and for the English speakers, please read the PowerPoint. Thank you. ヨセフは言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりになることができるでしょうか。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方もあなた方の子供たちも養いましょう。このようにヨセフは彼らを安心させ優しく語りかけた。皆さんおはようございます。Good morning, everyone. お元気ですか? How are you all doing? 今年ほど祈らされた年はなかったんではないでしょうか? This year, maybe you pray the most compared to all the other years. いよいよイエス様の誕生日を祝うクリスマスになりました。This is a time for us to celebrate Jesus Christ who came to this earth in his birth. We are here to celebrate. It's a great season, Christmas. 今日はですね、まず、自分をですね、褒めてあげませんか。Why don't we praise ourselves? よくやったと。Good job!、今年一年大変な中にあっても、よく頑張ったってまず皆さん自分を褒めてあげてください。 Please praise yourself. Good job. It was tough year this year, but we made it. We made the Christmas. 今日はこうしてね、生かされて、そしてまた2020年のクリスマスを迎えることができたことをぜひね褒めてあげたいと思います。 So we like to praise ourselves. We made it 2020.Wasn't easy. However, the Christmas, we made it Christmas. 隣にね、もし人がいたらですね、肩を叩いてよく頑張ったって言ってあげてください。If you are sitting someone next to you, please tap their shoulder. Good job. ね、お互いにこう叩き合ってですね、励まし合っていきたいと思いますね。So we like to, if you have a people in the house right now, please.Tap their shoulder. Good job. Good job. まあコロナがね、始まって、パンデミックが起きてですね、まだワクチンが、実際にはまだ販売されていない。もうすぐと言われていますけども、まだ市販されていません。So the corona started and we went through the pandemic. Vaccine is anytime they are going to start selling, butWe don't have it yet. まあこんな時にですね、私たちは自分のこうセルフイメージ、セルフエスティームというんですけれどもね、セルフエスティームがテストされるっていうことが言えるかもしれません。So a time like this, we are tested. How high is your self-esteem? Self-esteem.まあ、今日はね、そんなことを考えていきたいと思うんですけども。So let's talk about this today, okay? Let's talk about this self-esteem. まあ日本語ではですね、まあ、いろんな意味がありますね。自尊心、価値観、自信、自己肯定感なんてね、自分に一番合う役を今日は頭で思い浮かべながらですね、セルフエスティームについて話をしていきたいと思います。I just explaining in Japanese. There's a four different translation in self-esteem. So I'm asking everybody to find one translation to adapt to yourself. まあそんな中で、まあ日本人というのはね、とても謙遜な人である。まあ謙遜な人が多いと、外国の中でも言われています。In the world,
Japanese national, Japanese people, they're very, very humble people. Humble. They are very polite and very humble. ですから何かこうあなたにねこれをやってくれませんかとか言われるとですね、まあ多くの日本人はいやいや私にはそんなことはってまずは言いますわね。So when you ask Japanese people, can you do this? And normally, majority of the Japanese people, they'll say, oh, no, 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 I can't do that. ね、まあでもですね、アメリカに来て、皆さん思いませんか、アメリカ人のこのセルフエスティームがものすごく高いなっていうことに気づきませんか、ね、Have you experienced living in America? Americans' self-esteem is pretty high, pretty high. 例えばあの、私は日本語が話せますなんてねアメリカ人の人がよく言いますけどもあのどれぐらい話せるのかなとかってね、思ったらいやおはようございますって言えるぐらいでもう日本語が話せますって言えちゃうんですからこのセルフエスティームの高さはないですよね。So, you know, when we all experience living in America, okay? So a lot of Americans say, oh, I can speak Japanese. I can speak Japanese. Okay, well, show me. Then they say, Ohayo gozaimasu. That's all he can say. But he said he can say, I can speak Japanese. That's so good. 日本人にはできない技ですけども。まあ、ちょっとアメリカ人はね、セルフエスティームが高すぎるかなってところがあるけども、まあ、日本人はちょっと低すぎるかな、まあ、この中間ぐらいをねいけたらいいかなと思いませんか。 You know, American self-esteem is pretty high, maybe a little too high. Japanese self-esteem is a little too low. So somewhere in between might be good balance, don't you think? まあそんなことで多くの日本人はですね、英語を学校でもう何年何年6年は習ったんですかね、習うわけですよね。ですから本当はね話せていいわけなんですけども、まあ、ほとんどの日本人は英語は話せないと言いますよね。 So the Japanese people, we all learn in English in school 6 years, right? 6 years. But we all say, I cannot speak English. I cannot speak English. ね、この日本の中でですね、一番謙遜な人が多い県はどこだというかご存知ですか？ Do you know which prefecture more humble people lived in? You know, prefecture. 聞いたことありますか？ Have you heard about that? 京都の人だと言われるんですね。京都の人は全国の中でも本当にこう謙遜な人が多い、まあ、そういう風習であるということですね。So the Kyoto people living in Kyoto, they are more humble than any other Japanese. It's their custom. まあ大体3回は物を断ると言われてるんですね。About 3 times they refuse people's offer. ね、何かこう食べ物を持ってきてですね、どうぞおすわけですけど食べませんかってね、こうおすすめする。So you know you have something, you know, the food, you know, you like to share.With the people, and they say, "Okay, please, would you like to try?" まあ大体京都の人ですね。一回目はですね、いやいやいいですいいです。So the first time, you know, people from Kyoto, they say, "No, no, 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 no." いやいやそんなこと言わずにどうぞどうぞ。No, you know, please try. You know, it tastes good. Oh, no, 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 no. まあまあそうは言わずにどうぞ遠慮なくどうぞ。You know, don't be shy. Please try. No, 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 no.でそして4回目にですね、4th time、まあ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 、いいから食べてくださいよ、ねまあ。っていうふうに言いますとですね、京都の方はそうですかってぐらいで、まあ、やっとこう取っていただけるということですね。So the fourth time, please, please try. It's good. And then finally, the people from Kyoto will accept. Okay, thank you very much. I will accept.この教会で、京都の方が何人かいらっしゃるんですけども、誰が京都から来ているかご存知ですか？ Do you know how many? We have several people from Kyoto. Do you know who are they? ね、我々の主任牧師である、冬木先生、そしてひろこさん、ね、それから賛美で先ほども賛美をしてくださったね、
シノさんも京都の方ですね、まあ、まだ他にもいらっしゃいますけども So、we have a people from Kyoto Pastor Fuyuki and Hiroko and、Shino who was、worshiping earlier、those three people came from Kyoto We have some, several more people from Kyoto but they are the main one you know まあ確かにねあの女性はそうですねヒロコさんはね特にですよ皆さんね、3回ものを勧めても断られてもダメですよそこで諦めちゃう4回まで必ず、勧めてくださいね especially ヒロコ Pastor Fuyuki's wife、okay? don't give up if she say no 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 three times don't give up you need to do one more time fourth time and then she will accept まあこれまでに何度もねそういう体験を私もしてきました I experienced this with Hiroko Something you wanna try あなたのセルフエスティームは高いですか低いですか Is your self-esteem is pretty high or low 私がですね、生まれ育ったのは静岡県御殿場市というねあの富士山のふもとで10歳まで、生まれ育ちました I grew up, I was born and、grew up until 10 years old、in the city called Gotemba. Gotemba is right by Mount Fuji.、Yeah? And、I used to live there and, as a child. で、10歳の時に、その Gotemba から、車で1時間ぐらいのところですよ。1時間の横浜に、今度引っ越すことになったんですね。So I moved from Gotemba to Yokohama. It only takes 1 hour by car. Okay, 1 hour by car. So I moved there. で、それ移ってですね、学校にこう通っていたらですね、まあよくあの子供の頃私はいじめられたんですね。So in school, they bully me. なんでだと思います? Do you know why? たった1時間しか離れてないところなんですけども、Gotemba 弁っていうのがあってですね、やっぱり言葉がなまっているそれをですね横浜に行ったら結構バカにされていじめられたのを覚えてますね、So it's only 1 hour away、in Gotemba but there's a direct I have accent So they bully me in school まあそんなねそして一生懸命こう標準語に言葉を流すように直すようにね、訓練をしたものです So I work hard to fix myJapanese to normal Japanese, you know, as a child, 10 years old, 10歳の子供として、まあ本当にこのセルフエスティームが本当に下がったことを覚えています。I still remember my self-esteem went down tremendously by people bullying me. で、そんなことがあってですね、今度18歳になって、日本から、ロサンゼルスに移住することになりました。When I was 18, I moved from Japan to Los Angeles.Okay? そしてロサンゼルスに行ったらですねもうその時は、英語はもうほとんど話せない状態でロサンゼルスに行きましたから、まあ、そこでもまたバカにされてですねそこでもまたあの本当にいじめられてですねその自分のこう価値観というのがねさらにこう下がったことを覚えています When I was 18, so when I moved from Japan to America I was 18 years old and I couldn't speak much English soPeople bully me again. You know, I experienced that. And my self-esteem continued to go down. まあそんな中で、まあそれから、一生懸命こう努力してですね、一生懸命働いてですね、自分の力でこのセルフエスティームを一生懸命高めるように努力したのを今でもよく覚えています。So my self-esteem went down to the bottom.So I have to work hard. I have to work hard to bring this up with all my effort. Without God. 神様抜きに。これはね、本当に疲れました。I was so tired. もういつもつま先出しして、努力をしていかなきゃいけないという、この苦しさはですね、とても辛かったですね。So it was so hard for me to justTippy-toeing, you know, I have to go up and up and I have to prove myself. That wasn't easy.
皆さんはどうでしょうかね。そんな体験があるでしょうか。Have you experienced a similar thing?、聖書の言うこのセルフエスティームというのはどういうことかということですね。So what does Bible talking about this self-esteem?、私は教会に来てですね、本当にこう人生が変わりましたけども、もう30を過ぎてからですから教会に来るようになったのは、やっぱりそれまでというのはとっても苦しい人生でした。So I started coming to the church after 30 years old, and、I was pretty tired, beaten up in this world. I was pretty tired. まあでも聖書がね、教えるこのセルフエスティームというのはですね、そのままでいいんだと。そのままでいい。You can be who you are. That's what the Bible is teaching. You can be who you are. そしてイエス様が私たちを通して働いてくださる。Jesus will work in us, through us, in His work. まあこれがね、神様の言う本当のセルフエスティームということなんですね。So this is the true meaning of self-esteem in God, in Christ.自力で自分の力でセルフエスティームを高めても、これはただ疲れるだけでバッテリーはすぐに切れてしまいます。 So if you self-esteem, you know, self-generate the self-esteem, you get tired so easily. The battery doesn't last too long. でも神様に本当につながることによって、あなたはそのままでいいんだと、私があなたを通して働くからという言葉を私たちが信じたその日から、本当のセルフエスティームというものを私たち一人一人は手に取ることができるんではないでしょうか。So the once we find out, God will give you power and energy, and God will work through us. That is the first time we can truly understand this self-esteem all about. このね、写真をちょっと見てください。Take a look on this picture. 猫がですよ、鏡を見てるんです。The cat is looking to the mirror. Okay? そしてその猫が何を見てるかというと、その鏡の中にはライオンが映ってるわけ。So there's a lion in a mirror. Cat is looking at himself, but he can see lion in the mirror. 皆さんは鏡で自分を見たときに何を見ますか? When you look into the mirror, what can you see?See. 当然猫がライオンになることはできません。 Of course, cat cannot become lion. しかし神様が猫を通してライオンの働きをしてくださることができるということです。 But if you believe in God, even you are cat, you're never going to be a lion. However, you'll be able to doAnd God will work through you to be able to do as big as lion's work. That's what it's all about. 今日はですね、聖書の中から、一人のゲストの方のお話をしたいと思います。So today, I have a guest from the Bible. I'd like to talk about one person's story. ヨセフさんの話をね、今日はしたいと思います。Let me talk about Joseph from the Bible. 彼がこのセルフエスティームということをどのように生きたかということを今日は学んで参考にしていきたいと思います。So we like to learn from Joseph. How did he establish his self-esteem? And how did he work in his life? And we can learn something from this. ヨセフさんというのはご存知のように、ヤコブの子供。Joseph, as you know, he was son of Jacob.12人の兄弟のうちの11番目の男の子として生まれました。He was number 11th boy in a 12 brothers and sisters, brothers in a family. そしてね、その中で父のヤコブが、このヨセフさんをね、一番可愛がったと言われているんです。So the Jacob loved Joseph.More than any other brothers. 当然ね、そういうことになりますとどうなるかというと、
11人の兄弟は当然嫉妬するわけですね。So the, all the other 11 brothers, what do? They envy him. They jealous of him. And they start hating him.、ね、ですから嫉妬するだけじゃなくて嫉妬が今度悪意に変わっていくわけですよね。まあ、そんな中で、まあ、このヨセフさんの物語というのを簡単に話しますとね。So let me explain about Joseph's story quickly. そんなお父さんにこう可愛がられたヨセフさんなんですけども、ある日ね、こういう夢を見るんですね。So that Joseph was baby by Jacob, and he had a dream one day. 11人のお兄さんたちが自分に対して頭を下げて、お礼をする夢を見たというのを彼は言わなきゃいいのに、お兄さんたちにその話をしてしまいました。So he had a dream, and all the brothers in bowing down to him, and he shouldn't say that to the brothers, but he did. まあ当然ね、そんなことが重なってですね、お兄さんたちは怒った。So the brothers are so mad at him. What are you talking about? I will never bow to you.絶対お前に頭なんか下げないってなもんで、まあ、それは大変怒ったんですけども、ある日、この絵を見てくださいね。それ今1番目 の, その夢の話、そして2番目の写真を見てください。 Take a look on the, the first one is the brothers are bowing down to him. The second one picture, please take a look on that. まあ、ある日ですね、お兄さんたちはもういよいよ頭にしてですね、このヨセフを奴隷にとして売ってしまった。So the brothers get so mad and they sold Joseph as a slave. そしてお父さんには、獣に襲われて殺されてしまったと嘘をついて、お父さんは本当に悲しんだですね。So that they lied to father, oh, he was killed by the animal. You know, it was so terrible. And so the father was so sad to hear that.そして、何年ものその奴隷としてこのヨセフさんはエジプトの地で生活をします。So that Joseph was in Egypt for many, many years as a slave. ところがヨセフさんには神様がついていた。神様がヨセフさんがなすことすべてに対して、成功を与えですね、みるみる出世をしてですね、実はこのエジプトでナンバー2の立場にまで奴隷がですよなってしまうぐらい神様はヨセフさんを用いた。 So the Joseph was in Egypt and took so many years, but everything he does it turns success and success after success, and he end up being number two in Egypt, number two in Egypt as a slave. That's impossible. ね、本当にあのさっきの写真を覚えてますか？猫がライオンの働きをするということですよ。So it's like the picture you saw earlier. Little cat do lion's work. That's exactly what it's mean. 奴隷の男がエジプトの王様の次に偉い立場になってしまったということです。So he was a slave and then one day he became number two right next to the king, and he became number two in a country. And その頃ですね、全世界で飢饉が起きて、そのヤコブとの子供たちがですね、エジプトに食料を買いに、来たということがありました。So the famine take place in the world, and Jacob sent the brothers to the Egypt to buy food. で、その時にですね、ヨセフさんはもう見てすぐ兄弟が来たということが分かったんですけども、兄弟はまさか自分 の, あの弟のヨセフがエジプトでナンバー2になっているなんて想像もしないですね。 So the Joseph, as soon as they see the brothers, he knew that was them. But brothers, there is no clue, no way they can imagine that Joseph became number 2 in the country in Egypt.まあ、そんなことでヨセフさんはその時に本当に一瞬悩みましたけども、結果としてはね、
その家族を、そしてお父さんも含めてイスラエルの民をエジプトに受け入れるということになりました。 So at the beginning, Joseph was, you know, they confused. What am I gonna do? What am I gonna do? ところがヨセフさんは最終的には自分の家族だけじゃなくて、 It's not just only his family. He accepted the people of Israel into the Egypt for the time. まあそんなことで、イスラエルの民がヨセフさんによってね、救われたというお話なんです。So the people of Israel was saved by Joseph. That's what this story is all about. 簡単にね、3つのポイントでお話をしますけども、Quickly, let me talk about three points. Self-esteem の高い人の生き方。Lifestyle of those with high self-esteem. 1番、悪の是非は神に委ねる。The pros and cons outcome of evil are in God's control. まあ確かにね、その兄弟がやったことは悪いことではあるけども、それを決めるのは人間ではない。Of course, what the brothers did to him is not a good thing. However, it's not men to determine what to do, how to punish the people. 聖書の箇所を読んでみましょう。Let's read the scripture together out loud. 大きな声で読みましょう。創世記のですね、50章19節。Genesis 50:19。ヨセフは彼に言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。But Joseph said to them, Don't be afraid. Am I in the place of God?まあ、ここでね、ヨセフさんから本当に私たちは学ぶことができるんですけども、One thing we can learn、人が私たちに何か悪いことをしたときにですね、聖書の中には復讐はしてはいけないと書かれています。When people did something bad to you, the Bible says, Don't revenge them. Don't revenge them. ね、とても辛いことではありますけども、それは神様の仕事である、それは私の仕事であると聖書の中に書かれている。 The God said Revenge is belongs to me. It's not your work. Revenge belongs to me. 2つ目のポイントに行きます。セルフエスティームの高い人の生き方。2つ目、 The lifestyle of those high self-esteem. Number 2、人の悪形に神の摂理を見る。 See God's providence in human evil。 まあこのヨセフさんの話がね、本当にその通りで、こんなに悪いことが起きて奴隷として売られてしまったものがどうしてエジプトのナンバー2になるなんて、これは人間の力では必ずできることではありません。 SoThat Joseph was sold to Egypt as a slave. There is no way in the man's effort to become the slave, become number two in the country, but God. 神様が計画を持ってヨセフさんをエジプトのナンバー2にまでさせてくださった。人間の計画と神の計画と言えるじゃないでしょうかね。So you can say man's plan and God's plan is totally, totally different. 聖書の箇所を見ましょう。創世記50章20節。Genesis 50:20。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのために計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. まあ多くの人を救うため、ね、ヨセフさんの家族だけじゃなくて、イスラエルの民も多くの民をエジプトの地に
受け入れることができたということですね。 So it's not just Joseph's family. They can include all the people of Egypt and people of Israel into the Egypt for that time. 3つ目、悪に対して愛を持って報いる。 So number three, reward evil with love. Reward evil with love. 聖書を読みましょう。創世記の50章21節。Genesis 50:21。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め、優しく語りかけた。So then, don't be afraid. I will provide for you and your children. And he reassured them and speak kindly to them. 神様が許したとはいえ、ヨセフさんの心の中ではやっぱりこう悲しみがあったと思うんですね。自分を売り飛ばした兄貴たち、なんで許さなきゃいけないんだって気持ちはあったと思います。 You know, God forgave them. However, inside of Joseph's heart, he knew the brothers betrayed him. They sold him to the slave. He wanted to say a lot, but he didn't. その代わりに彼は優しく語りかけたと書いてある。Then it says, Joseph talked to the family member kindly. Kindly. できますか? Can you do that? 私たちのセルフエスティームを高めて生きるということは、私たちの努力ではないということです。So to have a high health, self-esteem means it's not by our own effort. それは神様によって私たちが命を与えられて、神様によってイエス様を信じることによって永遠の命が私たちは受けることができた。So by God, He gave us life. By Jesus, by believing Him, we received eternal life. これを本当に信じる者として、私たちのこのセルフエスティームを、自分に対する自信を本当に高めていくことができる。So that's the only time we can bring up our self-esteem higher. Not by our own effort. 我々の努力ではない。神様が私たちの人生に関わってくださっているからこそできることである。It's not by our own effort. God is intervening our life. He is the one giving us a power and a forgiveness. So we like to believe on that. もう一度最後にこの写真を見てください。Please take a look on the picture at the end. 私たちは猫のように小さなものかもしれない。We are small like a little cat. 猫のように、怖がり屋かもしれない。It's like a cat. We get scared easily. ね、大きな声でうわーって言いたいけども、うわーって言ったつもりがにゃーしか言えないかもしれない。 We like to say whoa, but all we can say meow. しかしこの鏡に映っているのはライオンである。 What you see in the mirror is a lion. How can you do that? なんでそんなことができるのか。私を通してイエス様が、神様が働いてくださると信じようじゃありませんか。 Let's believe God and Jesus will work through me. セルフエスティームを高く保つということはそういうことです。 Keep our health self-esteem high. That's what it's mean. 今日から信じて、イエス様を信じて、今年1年を締めくくり、新しい2021年を
イエス様と共に歩いてまいりましょう。So let's believe Jesus is within me. Jesus will work through me. And he will be always with me. Let's conclude this year with this message. And we are walking into 2021 with Jesus. Amen. Amen. お祈りしましょう。Let's pray.天のお父様、今日も一日一章から学ぶことができました。Today we learn from the daily scripture. 今日の一日一章は今月の暗唱聖句でもありました。So today's Bible scripture was scripture of the month for IJCC. 私たちはこのように一つ一つ神様の聖書の言葉を通して力が与えられ、そして方向性が示され、また人生がずれているならば軌道修正がされていることを心から感謝します。 Thank you for your word, daily scripture. It gives us a power, direction, and redirect the path if we are off track. これからもあなたに従ってまいります。 We will continue to follow you. 2011年もあなたと共に勇気を持って進んでまいります。We'll have a courage to walk forward with you in upcoming 2021. 信じて、イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。With a great appreciation, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. お立ちできる方はお立ちいただいて、共に大きな声で賛美を持って、今日の礼拝を終わりたいと思います。So please all stand.Let's worship together out loud to conclude today's service. Amen.
聖餐式を一緒に持っていきたいと思います。 Okay, at this time, we'd like to have a communion service. 私たちの教会ではすでにイエス様を信じている方、そして子どもたちは洗礼を受けた子どもたちに限定していますけれども、 At the, our church, we limit to the adult, whoever accept the Jesus as a savior, you can take this communion service. And the children, only for the children who already got baptized.毎週聖餐式を持っています。 We've been having this weekly. この聖餐式はこのパンを食べ杯を飲むたびに、私があなたを愛している、あなたのために十字架にかかって身代わりとして死んだというイエス様の死を述べ伝えるべきものでもあります。 So by taking this cup and a bread simply shows that we believeJesus died on the cross for our sin and he resurrected. And we simply, by taking this, to show our faith. イエス様と一体となるという意味がありますので、we can be together, one piece with Jesus. イエス様に許されて、一度は死んだけれども、死と共に永遠の命を持ってよみがえる、そのことを信じて。So we die once, but born again, and we'll have eternal life with Jesus Christ.一緒にパンと杯をいただきたいと思います。So let's take this bread and cup at this time. はい、それではカバーを外して、Let's peel off the top portion. パンと杯をいただきたいと思います。And then we can have a bread and a juice. 天のお父様、感謝します。Heavenly Father, I appreciate. あなたがこの私のために十字架の上で死んでくださり、罪を許し永遠の命を与え復活できることを約束してくださったことを感謝します。 And thank you for your promise. You died on the cross and you resurrected in three days. このパンを食べ杯を飲むためにイエス様の死を述べ伝えるものとさせてください。 So by taking this communion service, we can turn around and tell people about you. 感謝していただきます。 With a great appreciation, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.それでは献金のお祈りもしたいと思います。 Okay, praying for the offering. 画面に出ている QR コードを使う方はスマートフォンでそれをかざしてください。 Okay, if you like to give offering online, please use the QR code on the screen. あとは指示に従ってくだされば献金できます。 And you just follow the order and you'll be able to give online.またいつものようにチェックで献金をしてくださる方は宛先を IJCC と書き込んでくださって、書きの住所に送ってください。 And if you like to send a check, please do so and write it down IJCC and address is on the screen. IJCC の住所は1252ヤングストリートホノルルハワイ、ZIP コードは96814です。 Address is 1252 Young Street Honolulu Hawaii 96814. 皆様の祝福があるようにもお祈りします。 We pray for God's blessing over you and your family. 一言祈ります。 Let's pray. 天のお父様、今日もあなたを礼拝することができたことを感謝します。 Heavenly Father, we really appreciate that we're here to worship you. しばらくはオンラインで礼拝が続いていますけれども、それぞれのご家庭を主が憐れんでくださって一切の災いから守っていてください。It's going to be online for like this for a while, but please bless each one of the family and keep them away from evil. そしてあなたに捧げた献金を祝福してください。And bless all the offering that people gave. 感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。We appreciate in Jesus' name we pray. Amen.それでは祝祷をしていきたいと思います。Benediction. 祝祷します。願わくば我らの主イエス・キリストの恵み、Grace of Jesus Christ. 父なる神の愛、Love of Heavenly Father. 聖霊の親しき交わりとが、Fellowship with the Holy Spirit. このインターネットを通して礼拝に参加されたお一人お一人のうちに、 For those people who attended this service on internet, 今も後も常しえまでも豊かに
ありますように。 Be with us now, future, and be forever. Amen. Amen. はい、それではまた来週。 Okay, we'll see you again next week.
ました。大会来年した三者指名、本当におめでとうございます。当たりましょう、バイバイ。